さあ、弾き語りのコーナーです。以前にこの番組にお便りをいただいてた方に、この100万本のバラをっていうねメッセージがあったんですけど、今探しても見つからなくて本当に申し訳ないなと思って、いろんなね皆さんからいただいたメッセージをこう部屋の中にこう整理してるつもりでも、なんかごちゃごちゃになってしまってね、あの読みたいメッセージと思って探した時になかったりっていうのがあって、本当にねこれからちゃんと管理したいなと思っております。今日はこの曲を、おときさん、加藤時子さんがね、歌ってヒットされましたけども、いろんな歌詞があるようですね。僕が前に山崎伯子さんのまた違う歌詞で歌われた、一人芝居のような感じで歌ってお芝居されているようなのを余興で見せてもらった時に、ああ素敵だな、いろんなシャンソンの中でもいろんな、訳詞や歌詞があったりしますけども、今日はその加藤時子さんの歌詞で、バージョンで聴いていただきたいと思います。それではギターの弾き語りで聴いてください。小さな家とキャンバス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のバラを買いました。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、バラの海を見て、どこかのお金持ちがふざけたのだと思った。小さな家とキャンバス、すべてを売ってバラの花、買った貧しい絵描きは窓の下で彼女を見てた。100万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる。窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海。出会いはそれで終わり、女優は別の町へ。真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生。貧しい絵描きは孤独な日々を送ったけれど、バラの思い出は心に消えなかった。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤な真っ赤なバラで埋め尽くして、100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤な
バラで埋め尽くして、真っ赤なバラで埋め尽くして、加藤登紀子さんの100万本のバラお届けしました。FM911 ラジオ関西からお届けする松原健心の旅。